ですか。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、なんと電検三種について受験のコツというところをですね、説明していきたいと思います。はい、私がね買った猫でもわかる電検数学っていうね、はい、教材があるんですね。猫でもわかる電検三種みたいなねものがありまして、ここに実際に猫がいますのでね、はい、わかるかね、ちょっと一緒に聞きながらやってみたいと思います。はい、この間ですね、私の猫ガルちゃんです。ガルちゃんはね、電検三種受けたいって言ってるんですけどね、今日本のね規制では猫受けられませんので、私がね代理でね受けようと思います。ねえガルちゃん、やる気あんのか。やる気あんの。あ、やる気あんのね。はい、一応ねこの子ね、ベンガル猫って言ってね、賢いっていう噂はあるんですけれども、まあ一応ね賢いです、賢いですけど手段を選ばないタイプですね。はい、なんで気を引くときにですね、ガラスを割ったりとかね、そういうことを普通にする子ですね。まあでも賢いですよね、確かに気は引けますからね。はい、みたいな感じでね、一緒に勉強していきたいと思います。はい、ということで、私がね今日買ったやつはですね、この猫でもわかるシリーズっていうことでね、はい、出ているんですけれども、はい、これね、通信教育のね、これサットさんって言って、これね、あれなんですよ、いろいろわかんないとこね、聞けたりするっていうのもあるんです。なんとですね、合格講座ガイダンスっていうのがですね、ご丁寧に入ってるわけですね。で、電検三種をですね、いろいろ受験勉強も勉強の仕方ってね、非常に大事だと思うんですけれども、その勉強の仕方のね、コツがね、書いてあるんですね。例えばね、電検三種はいつぐらいからね、勉強したらいいのか、どれぐらいね、勉強したらいいのか、とかね、大体どれぐらいの点数をですね取れるもんなのかとか、どうやって勉強したらいいのかっていうところがね書いてあるわけなんですね。はい、でね、あの電検三種ね、あの一度調べた方は分かると思うんですけれども、結構あの難しいって言われているんですよね。はい、ただね、電検三種試験問題っていうのはですね、これ大事なところ、意味を理解せずに暗記してきた人にとっては難しく、基本を正しく理解している人にとっては優しく解けるように実はうまく作られていますっていうことなんですね。はい、そうなんですね。私丸暗記しようとしてましたからね、まさにねドツボにはまるとこでしたね。ということでね、基本の方をね、はい、私全然わかんないんですけどね、電気物理に関しても数学に関してもわかんないんですけどね、はい、基本をね勉強していこうね、ガルちゃんね。うん、うん、じゃだね。うん、はい、やる気あるって言ってるんですけどね、これでね、ガリちゃんね。はい、で、合格できた人には合格できた理由、合格できない人には合格できない理由がきちんとあるのですっていうことなんですね。いやー、ぐさっとくるですね。はい、まあでもね、ちゃんとね、一度落ちちゃった方とかもね、はい、ぜひちゃんと基本を正しくね、やっていけば合格できるっていうことなんですね。はい、で、さらに電検三種合格点を取れば必ず受かる、いいですね。はい、高校や大学の入学試験は入学できる定員が決まっていますから、試験でどんなにいい点数を取ろうとも、それよりいい点数を取った人が多ければ不合格となってしまいます。まあこれ本当悲しい現実ですよね。頑張ったんですけどね、うん、その年受けた人がね多かったりとか、その年ね問題が簡単でたくさんの人が解けたりするとですね、これ合格しないんですね。ただ電検三種100点満点の60点合格点というふうに基本的に決まってますので、全員60点取れば全員受かりますし、全員ダメなら全員落ちるんですね。ということで、あの周りのこと気にしちゃっていいんですね。自分がどれだけ理解できてるかっていうのを気にすればいいということです。そしてね、これ意外だったんですけれども、電検三種は暗記が試される試験ではないってことなんですね。マジですかって感じなんですけど、そうなんですってね。はい、これね、電検三種の受験経験者がよく言います。難しい公式をたくさん暗記しなきゃいけない、覚えることが多すぎる、一度で4角もう合格は無理というのは、これは違うらしいですね。そんなことないらしいで、いやー、希望が出てきた、嬉しい、一発合格するぞ。はい、ということでですね、はい、これあー、いいこと書いてあるんですね。はい、あ、なるほどなるほど。例えば 18×27 の計算を丸暗記する人はいますか。いませんね。インド人はやるらしいですけどね。はい、っていうのはないんですね。ただ基本で分かってればね、この計算ってできるんですね。はい、なんでやっぱ基本で分かってくっていうところが大事らしいです。
で、基本分かっていないとですね、すべての公式を、丸暗記することになりますからね。そうするとね、はい、途方もないことを覚えることになり、意味がないことを覚えることになり、実際の業務で出てこないことまで覚えることになるっていうことなんですね。はい、なんでちゃんとね、試験ってうまくできてるんですね。似てるんですか？今説明してるんですよ。あなたが合格したいっていうから説明してるんですよね。はい、では連携三者知識問題が鍵を握るらしいです。はい、連携三者試験は難しい計算問題が解けないと絶対合格できないとよく言われます。これは嘘だとは言いませんが、実はもっと重要なものが、知っていれば出題文を見た瞬間に答えが分かってしまう知識問題こそが鍵を握っているものです。はい、ということなんですね。参考までに過去年数の試験で知識問題が占める割合、理論でも35から40点なんですね。機械45から50点、電力57から60、法規60から65、これだけの点数が全く計算なしに取れるのです。いやー、これすごいですね。知らなかったです。つまりは電力法規に関しては知識問題ちゃんとカバーしてれば、まあ合格ですよね。で、計算もですね、はい、ちゃんとね、大丈夫か、ネゴでもわかるか、電気数学やれば解けると思いますかね。理論、機械の点数上げていけば取れるってわけですね。なんか見えてきたな。はい、なるほど。ということで、電検三種なんか分かってきましたね。基本が大事。じゃあ勉強の順序見ていきたいと思います。で、やっぱ理論がね、初めなんですね。理論は全ての科目の基礎ということみたいですね。で、機械が理論の応用、電力は知識問題を制すること、法規はやればやるだけ盤石になる。まあそうですね、法規っていうのはね、ちょっといろいろ法律とかね、そういう規制のことだと思いますからね、ちょっと別かと思うんですけど、まず理論が基礎にあって、その上に、機械がありまして、電力っていうのは知識問題っていうのを覚えると結構いい感じになるみたいですね。で、さらに近年ですね、自然エネルギーに関する問題がよく出る傾向があるんですね。はい、私がよく言ってるカーボンニュートラルとかね、そういうのも出るみたいですね。あ、なるほど。あと変圧器、外資、鉄塔などは身近に存在しますので、直接変電所などを観察してみるのもいいでしょう。おー、行ってきます。ただし、怪しまれない程度に怪しまれちゃうかもしれないな。まあしょうがないね、勉強してるんでって言えばね。はい、で、電気数学の勉強表、ここだよな。はい、私はね、まず電気数学から入ります。はい、で、基本がね、計算できるようになりたいですからね。はい、電気数学は学問ではなく道具である。なんだこれ、かっこいい名言だな。はい、それを、数学に苦手も意識を持つ方は、中学や高校で習った二次関数、三次関数、三角関数、ベクトルなどの意味が分からず、そこで苦手意識を植え付けられたものとお察しします。はい、その通り。はい、意味が分からないって感じでしたからね。それを覚えて何の役に立つか教えられていないからです。まあ確かにこれやって何人なんだろうってね、思ってましたからね、高校の時とかね。サイン、コサイン、タンジェントっていうのはね、はい、眠くなる呪文だと思ってますからね。あれ催眠術ですよ、サイン、コサイン、タンジェントって。そうです、何人使えるわけでもなく興味もわかなかったです。その通りです。なんかこの方なんか占い師みたい。はい、それに対して電気数学は数学を全く逆の立場から捉えています。すなわち、この現象を表すのに役立つ数式はこれだから、その式を使って電流や電圧などを表すという、昔習った数学で欠けている観点に立脚しているのです。なるほどですね。まだね、ちゃんと本読んでないですけどね、猫でもわかる数学。そういうことなんですね。電気の電流とか電圧とかを出すためにこの公式が必要っていうのを教えてくれるみたいです。はい、楽しみですね。はい、寝てますね、完全にね。私の、あ、サイン、コサイン、タンジェントの呪文が効いちゃったみたいですね。はい、効いちゃったね。うん、あ、起きて起きて起きて、あ、起きた起きた、よかったよかった。サイン、コサイン、タンジェント、あれは睡眠術ですからね。はい、試験で出る三角形は3種類のみ。お、マジか、そうなんですね。
小学校の算数で使った30、60、90、45、45、90の三角定規と辺の長さが3対4対5の直角三角形、これ以外は絶対に出題されないと言い切ってしまいましょう。なるほどですね。ちなみに私合格したいですからね。全てを全部完璧にするっていうつもりは実はこの1年ではありません。後々に関してはですね、完璧になりたいですよ。ただ全検算書ね、技能、これ引き取った後に、まあ独立するにはですよ、働きますけど独立するにはやっぱ伊藤ベンガル、電気主任技術事務所を開くにはですね、実務経験いるんですね。でその時に完璧にすればいいですからね。まずは試験を受かるっていうことが何よりも大大前提になります。これね、うちのお父さんが言ってました。太陽光ドローン点検したいんだって言ったら、まあ何もとにもかくにもまずは電検算書を借りなさいってことだったんですね。はい、ということで私は来年の試験に合格します。取りに行きます。なので、100点満点は狙いません。なので順はこの隅は続きません。合格をします。ただ、60点狙いはしません。80点狙いをしたいと思います。はい、まあでもなんかね、まあできる、全然労力使わないの、90点でも100点でも取りたいんですけどね。はい、ということでこの三角形はこの、30、60、90、45、45、90、3対4対5しか出ないと思います。はい、他が出た時はもう知りませんっていう感じですね。なるほどなるほどなるほど。三角関数は太陽と地球、ベクトラや矢印、なんか壮大な感じになってますね。じゃあ何ですか？痛いですよ。何してるんですか？ちゃんと説明聞いてくださいね。ね、勉強のね方針話してるからね、一応勉強するんでしょね。はい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 、っていう感じなんですね。はい、この辺はですね、ぜひね、このね教材に書いてありますからね、読んでいただければと思います。ちょっと猫ちゃんがね、飽き出してるね、ガリちゃんがね。はい、その後にですね、理論の学習法、機械の学習法というところであったりっていうのが書いてますね。あと試験のテクニックも書いてますね。まあこの辺、鉛筆とか消しゴム忘れないでくださいねとか、はい、あと人っていう文字をね、手のひらに3回書いて飲んでくださいねとかね、はい、それは書いてないですけどね、とかね、書いてありますね。まあ、頭の中にね、試験当日はね、小さいナナちゃんを入れてってもらえればね、ナナちゃんがこっそり教えてくれますからね。はーい、っていう感じになってますね。さらにすごいすごい、じゃーん、就職についてまで書いてくれてるんですね。すごい優しい、嬉しい。合格した後、就職について、なるほど、へえ、電気主任技術者の需要と将来、へえ、事業用電気工作物設置者の義務ですからね、電気主任技術者設置ってね。はい、設置者に直接雇用されて専任、はいはいはい、っていう感じでね、はい、就職したりとか保安協会に所属するものであったりとかね。はい、あとこの電気主任技術者の会社ですね、なんとか保安協会なんとか事務所とかね、ってとこに雇用されてっていうとこですね。まだね、独立することもできるんですね。なんとね、そうするとね、伊藤電気管理事務所が広げるんですね。はい、求人例まで出てます。すごい優しい。ほう、メガソーラーとかね、結構いいですね、お給料びっくりする。はい、さらにね、今電気3種狙ってますけどね、3種、2種、1種とレベルが上がっていきます。で、2種になるとですね、大きい火力発電所とかね、そういったところもね、見れるようになるんです。で、1種になるとなんと原発見れるんです。私も原発見たいから、5年後は1種取るって感じで、まずは3種をね、行っていきたいと思います。はい、でさらに朗報、第3種電気主任技術者取りますと、無試験で、実務経験を積めば第1種電気工事士が取れますと。でさらに第1種電気工事士が取れれば実務経験不要で試験により1級電気工事施工管理技士が取れるんですね。そうすると電気周りのこと何でもできる人になるんですね。
こいい、すごい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 、ガルちゃんやったじゃん。おお、さあ電気新聞社の一日なんかっていうことも載ってます。いやー非常に親切。いやー撮りたくなってきた。これ撮った後夢が膨らむ。ガルちゃんちょっと会社名考えといてね。役員構成と会社名半々にする。株主構成はね半々でやっていきたいと思う。猫の社長ってありなんですかね。はい、犬の社長は聞いたことあるんですけどね。はい、って感じで点検合格に ついて今日はねガイドラインがありましたんでね、それに沿って勉強していきたいと思います。ではではでは、はい、終わりの挨拶するよ。今日の勉強は終わりです。はいはい、皆さん今日もいってらっしゃーい。はーい、はい、ギフテー。